はい、ありがとうございます。皆様から向かって左がゴナ東京、右が和心となっております。それでは早速第1ブロック第1試合始めてまいりましょう。波動ファイト。さあまずですね、ゴナ東京のステータスからご紹介していきます。一番奥側の TK 選手が5221、真ん中ルヒア選手が1135、そして一番手前のウィー選手が3421となっております。対する和心、一番奥側上山選手が4321、真ん中シャミセン選手が1135、失礼しました、シュン選手が1135、手前のシャミセン選手が5221といったステータスとなっております。まずはゴナ東京が1点取っていきますが、シャミセン選手ここで1点を返していきます。さあだがしかし TK 選手返していく、2対1、残り時間は半分を切っています。さあこの波動なんですけれども、役割大きく3つあります。アタッカー、タンク、そしてチャージャーの3つ。ゴナ東京はアタッカーが2人の、タンクが1人といったね、シールド1人の構成となっております。和心もアタッカー2人のシールド1人の構成なんですけれども、アタッカー同士のスピードや大きさが違うような形ですね。さあ残り時間は10秒、ここで上山選手も取って追いついた、2対2、残り時間は5秒。さあどうなっていくか、延長戦に行くか。延長戦です。どちらか1点取った方の勝利のサドンデスマッチです。さあそれでは参りましょう。まずは一発目、延長戦スタートです。ライフが少ない人を狙うというのがセオリーとしてあります。和心は全員ライフ1枚、 TK 選手が前に出ている、そしてデカさのウィー選手、あー立ったのは TK 選手、3対2、ゴナ東京の勝利です。おめでとう。